霞ヶ関ビルディングは東京都千代田区霞ヶ関3丁目にある地上36階、地下3階、地上高147メートルの超高層ビル。所有者は三井不動産。一般に日本最初の超高層ビルとして知られている。設計は山下俊夫設計事務所。指向は三井建設と鹿島建設による共同企業体、事業主体は三井不動産である。 建設工事費は約163億円。敷地内の緑地、当時36階に設けられた展望台、郵便局や診療所といったテナント企業、従業員以外も利用する施設を設けて、町としての機能を取り込んだ複合構想ビルの先駆けとされる。夜間にビル照明を制御して壁にメッセージを描くウィンドアートを日本で 初めて披露したのも、霞ヶ関ビルである。空調、給水や、情報通信といったインフラストラクチャーの更新や、工述する、周辺再開発などのため、2010年代にかけて、約470億円を投じて3度の大規模改修を実施。東日本大震災後の2014年には、防災対応能力を強化した。 霞ヶ関ビルディング円形東京クラブが経営していた旧東京クラブビル跡と霞会館の敷地に建設され、1965年3月18日に寄港、1967年4月18日に上等し、1968年4月12日にオープンした。耐震設計として鉱材を組み上げた柔ら構造を採用している。 当時の建築基準法により31メートルという高さ制限があったため当初は9階建てのビルの計画であったが都市計画法改正により導入された特定外区制度を利用して超高層ビルへ計画変更された経緯がある日本において初めての高層ビルの建設のため苦労も多くそのエピソードは NHK のテレビ番組プロジェクト X 挑戦者たちでも取り上げられた。竣工当時、13階は縁起の悪い数字のため、テナントではなく、ビル内の空調機器をまとめて配置する機械室として用いられた。非常階段は中央共用部に設置され、火災時の煙がたまらない構造となっていたが、停電時に自分の位置がわからなくなる可能性があり、また煙の対流性にも不安が残ったため、 後年の慶応プラザホテルや新宿三井ビルディングでは非常階段の一部を外部にむき出しにする構造が取られている。開業当初より最上階36階には展望台パノラマ36があり賑わいを見せていたが1989年にオフィスへ改装された。現在は35階に東海大学公有会館が入居してレストラン、 宴会場、会議場を運営しており、このフロアが一般客が利用できる最上階となっている。ビルの総容積は約50万立方メートルあり、東京ドームが竣工する前は莫大な体積を表現する際に霞ヶ関ビル何杯分という表現がよく使われていた。かつては Google で東京ドームを 霞ヶ関ビルでと検索すると、1東京ドームイコール2.48霞ヶ関ビルと、換算が表示される機能が実装されていたが、2018年時点、この機能は削除されている。2003年には、同行網も、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築に選定。竣工から40年以上が経過したため、継続的に IT 化など、 設備のリニューアルをしたり、テナントを入れ替えたりして、ビルの資産価値を減らさない努力を行っている。特に、2001年からの霞ヶ関三丁目エリアの再開発に伴って、隣接する霞ヶ関ビルでも低層部の増築や改装などが行われ、ビル単体に止まらず、地域全体の付加価値の向上が図られている。この再開発計画によって建設された、 霞が関コモンゲート西館及び東館は霞が関ビルの高さを上回っている。霞が関ビルディングの航空写真。霞が関コモンゲート東京クラブビルディングに隣接している。ありがとうございます。